はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のナーススクールやってまいりました。やっとですね、さあやってまいりました。お待たせいたしました。キング&プリンスさんたちの一番から、今回ですね、平野くんのダンス解説をしていきたいと思います。ということで、収録ボタンをよろしくお願いします。やばいです。やばいです。本当にやばいです。見ていきましょう。何がやばいかをいろいろとお話ししていきたいなというふうに思ってるところでございます。まずですね、2秒のところですね、入りからやっぱかっこいいよねっていう、このフード被ってるところです。で、フードを外すところです。外し方です。このちょっと首元に手がなぞられていくところ。もうだから、フード、普通皆さんフード被ってる外すってなったら、こうパハーンって感じじゃないですか。そうじゃないです。前かがみになっていっちゃうよっていう、ちょっと猫背な内側に向いていくそのベクトルの手の使い方がめちゃめちゃかっこいい。で、この手の使い方が肩にも入ってきたりとかするので、総じてダンスがめちゃくちゃ香ばしいんですね。ヒップホップの匂いがしてきませんか？香ばしい匂いが。それです。この入り行きましょう。やっぱり平野くんのダンスの特徴としては軸の強さ、フィジカルの強さがあって、でそこにナンバーワン一番ただやるっていう、そのマッチョな踊り方がすごくうまいんですよね。がっしりしたその自分のフィジカルを生かしてポージング一つ一つがしっかり強く取れるっていうところで、例えばこの手元とか手首を結構内側に折り込むんですよ。で、肘が下がっちゃうよりかは少し肘を高めに持っていくっていう、そのストロングなポーズっていうのをかなりストロングに取ることができていて、そこにナンバーワン一番ってこのリズムがしっかり入ってくるっていう、ズズダダズズダダズズダっていう重たいリズムが入ってきて、ちょっと前に当てていくように乗っていくので、ここの一番ってめちゃめちゃかっこいいな、重たいなっていう風に感じてくるわけですね。で、この気がつきゃとっていうところの気がつきゃの部分で、どんどんどんちょっと体を反転させながら乗っていく。で、そう、ウィニングランの部分のこの手元がちょっと上がるのが遅いんですよ。このちょっと遅取りで踊っていくところ、ヒップホップの大事な部分のその少し音楽に対して早くではなくて、ゆっくりギリギリまで音楽聞いて、よいしょよいしょっていう風に乗っていく。この間の取り方に、そのセンスというか、音楽の聴き方の渋さみたいなものが出るんですね。またこれが香ばしさになるんですけども、そういうダンスができる方。このまさかの、まさかの、この足の上げ方なんですよ。僕が注目してるのは。ちょっと足を伸ばした状態で、まさかのまさかっていう風に、後ろに乗っていく。要するにこれって腰から入ってるっていうところなんですね。こう、ぐっていう風に。内側に足が膝が入ってるじゃないですか。なので、肩がちょっと上がってくところとかと全部一緒で、少し内向きに踊ってくんで、外に放出していくっていうよりかは、内側に込めながら、溜めながら踊っていくので、体の中でのグルーヴが生きた状態にあるっていうのが、平野くんのここのダンスのポイントですね。グッていう風に取ってくる。で、ここの息にりあーのところでちょっと引っ張られるときにフッっていう風に口元がなるじゃないですか。こういう動き動作のニュアンスっていうものがすごく顔でまさかとかフッとかナンバーワンっていう、その全部が表現されてるんですね。ダンスだけじゃなくて、ちゃんと顔までそのニュアンスが含まれてるので、全体のトータルのコーディネートとしてめちゃくちゃ完璧なんですよ。これが完全体のダンスかなっていうふうに思いますし、世界のトップクラスのダンサーさんたちを見てると、やっぱり歌うように踊ってらっしゃるので、まさにこの振り付けを作られてるリハタさんとかは、今回その歌ってはいないじゃないですか。ボーカルのところではもちろん入ってないじゃないですか。なんだけれども、まるでそこで自分が歌ってるかのように、メンバーの方が歌ったらどういうふうに踊れるかっていうニュアンスまで想像して、そこを取り込んで踊ることができる方なので、こういう振り付けにもなってくるんじゃないかな。で、それを見た上で踊るメンバーの方たちのこの成長っていうところが、やっぱりいいポイントになってくるわけでございますね。で、この溢れ出すパーの部分のパワーっていうところに対しても、一個一個うんうんっていう深いそのダウンの部分がすごく見えてきますよね。で、びっくりしたのは、今のヒニヒニマスの部分でヘッドロールが2回入ったところです。これすごくうまいなと思ったのが、1回目入れてその場で終わるのかと思いきや、2回目も入れちゃうっていう。で、2回目入れることによって、次の音楽の小節に入っていくつなぎにもなってるっていうことで、単純にその音楽の聴き方とダンスのつなげ方がめちゃくちゃうまいっていうのと、あとはその速さで首を2回こうやって入れることができる筋力ですね。平野くんめちゃめちゃやっぱ首が強いっていうところがあるので、なのでこういう動きをダンスに取り入れることが可能なんだなと。
で、ここのナンバーワン、一番、ただやるの時に、結構大事なのって、今のこのノリなんだなっていうのが、平野くんを見てて思ったんですよ。平野くんが結構大事にしてるのは、横の移動に対して、この斜めに、体がちょっと傾いていくところ、そこの躍動感があるので、ここをダイナミックに見えてくるんですね。この傾き、この傾き、この傾き、っていう風に、1回、2回、3回っていう風に、進行方向に対してだいぶ体の体重を置きに行くんですね。なので体が傾きに行くっていう。そのぐらい踏み込んだ領域まで体を持ってってるっていう、ギリギリまで攻めに攻めてるっていうダンスなので、やっぱりその情熱も伝わってきますし、見栄え的にも大きくなるっていう、それが可能なフィジカルを持ってるっていうところでございますね。この甲府のるつぼのリウィアーの部分の音楽の聴き方、このまさかのまさかですね、肩がちょっと上がった状態、体を少しすぼめた状態で表情がつくっていうところのまさかっていう、ここがヒップホップの香ばしさになるわけなんですよ。32秒の、ニュアンスの部分をちょっと見ていきたいんですよ。こういうところ、これめちゃくちゃうまいんですよ。その期待どりーとかって、期待どりーっていう言葉の伸びがちゃんと、これふはっていう風にやるんじゃなくて、伸びをここでじわっと溜めながら開いていかなきゃいけないと。で、溜めながら開いていく時のこの真ん中に軸を一本刺した状態で見ていただくと、足、右足つま先なんですけど、左足はかかとでバランス取ってるんですよ。この両足でしっかりバランスのいいところでこれ立ってるんじゃなくて、あえてちょっと難しい位置で取っていて、で、つま先側に体重かけるのと、かかと側に体重かけるので、まあ、浮いてる方を動かすっていう、そのクラブステップの原理を使ってるところにはなるんですけども、この姿勢でここキープした上で、このイーっていうニュアンスを細かく取れるのが本当にすごいです。頭と膝と、あと手元が開くっていう、3つのベクトルがこう開いていく、右側にっていうニュアンスなので、とりわけここ見やすいんですよね。ただこれね、質感まで出すのが難しいんですよ。やろうと思えばできるんですけど、ここ溜めてじわっとできるって言われると難しいです。ぜひ皆さんこれやってみていただけると、平野くんの気持ちにもなれるというか、あ、こういうことやってたんだねっていうのが分かってくるかと思います。この質感めちゃくちゃ鬼でございますね。はい。1分の8秒見ていきましょうかね。ここ間に合うんかーっていうサビでございます。ここですね。ワン、一番、ただやる、一心不乱。マジかっていう。まず、その、振り付けで言うと、ここ、一番の部分の引きのやっぱアクセントの強さと、で、この後に、一心不乱で、この手元がぐるーっていう風に行くじゃないですか。で、平野くん結構頭をぐーっと傾けていって、まあ結構皆さんすごいんですけど、少し上まで後ろまでのけぞっちゃってるの分かりますかね？だいぶ後ろ行っちゃってるんですよ。マジかっていうぐらい行くんですけど、ここから一人移動距離ちょっと長めに取ってるんだけれども、まだ到達してません。右側に。なんだけれども、一瞬のスキルを用いて筋力で、ブッっていう風にここ間に合うんですよ。これがすごくって、この体勢からあーっていう風にもう力でうわっていう風に持って、ここに間に合うっていう、みんなのこのポジションに、これがすごすぎてマジかと。だからこそのそのギリギリまで溜めて踊るっていうのができるんだなっていう、これに関しては多分ちょっと平野くんにしかできないニュアンスかなっていう風に思います。で、このまさかのまさかの表情ですよね。ここ皆さんの表情本当に素敵ですよね。で、このナンバーワン、一番っていう風に頭をかきながら後ろに下がっていくところ。で、頭がナンバーワン、一番、ただやらうんっていう風に、ちょっとワン、ツ、スリー、フォっていう風に頭を切ってんの分かりますかね。このギリギリまで踏み込んで反対側に次移動するよっていう時に、頭の切りをクッて入れることによって、その反動も使って蹴っていくので、全身でその右あー左あーっていうこのもたれ感ですねを表現してるっていうところになります。今みたいにこうやってちょっと振り回されるような質感っていうのをあえて出してるんですよ。ちょっと引っ張られて、うわうわ
うわっていうこのなっていう頭があるので、ここのノリっていうのがめちゃめちゃかっこよく重たく見えてくるっていう風になってるんでございますね。素敵でございますね。これが本当に素晴らしくて、どんどんどどんどどんかで一回深めに下を見るっていうところ、これです。少しドドンっていう足元の2個連続で取るところに対して深めの頭の下げを入れてからキャッチをするので、ドンドンドドンドドンカっていうドンドンドドンドンカっていうその音楽の音のニュアンスちょっと下がるんですよ。ドンドンドドンドンガっていう、そこ取ってるっていう、それ取るんだっていう、それ取れるんだっていう僕のあの感情なんですけども、そのぐらいめちゃめちゃ細かい音楽のニュアンス後ろで隠されているヘビーなところを取りに行ってるのがまさにここです。ここ強いじゃないですか。ここも強いじゃないですか。すごい速さで首行って戻ってきちゃうっていう。で、この後に、このダダンで、ちょっとふわっとさせる感じわかります？ここ切り替えられるんかみたいな。こんなにわかりやすい質感出せるんだっていう。ここまでのその変化を出すっていうのは本当にやっぱり難しくて。この後です。ここ、普通に歩いてないんですよ。ちょっと、平野くん。じゃんつく、じゃかじゃん。チャカチャカチャカチャ、今の右足がちょっと遅れて入ってくるんですよね。これこの右足です。この右足にだいぶ体重かけて、ためにためてから左足をそのまんまの高さで出して右足を出すっていう、普通だったら1,2っていう風に出るところを1,2,3っていう風にちょっと左足だけ前にそのまんまこう突き出すような移動のさせ方をしていて、要するに右足にめちゃめちゃ乗った状態で乗せたその体重のものを多分ね 2,3 割ぐらい移動させながら一気にうわっていう風にこう体をひねりながら動いていくっていうのをしていて、ちょっと武士みたいな移動の仕方をしてるんですよ。頭の位置変わらずにうーっていう風にうわばばって出てくるっていう、これするんだみたいな。軽く踊るのではなく、やっぱりそこに対して少しでも重たさを出していこうとすると、ギリギリまで音を聞くし、ギリギリまで体を動かさないし、動かすときはめちゃめちゃ早く重たく出していくっていう力が入ってるんですよね、ちゃんと。で、力入ったときに歯磨いてても筋力がついちゃうぐらい、やっぱ筋繊維が特殊な方なので、ここまでのスピード感が出るっていう、重たさが出るっていうところだと思います。結構ダンスとそのもっているその人のフィジカルっていうものは影響してくるので、でトップクラスに上手いダンサーさんたち見てると、やっぱりちょっと筋繊維から違いますね。アスリートとやっぱり同じなんだなっていう風に思うところはあります。でからのですね、2分の53秒ですね。ここの踊り方もポイントでございます。ここさらっと乗ってらっしゃるんですけど、めちゃめちゃ難しいことをしていて、ダンダンダダンの部分で普通にここはノリの部分で見せていきます。これも軽く乗るんじゃなくて、ちゃんとちゃんと重たさをグッグッって風な質感でちゃんと筋肉締めながら踊っていって、最後にイーンヒンヒンヒンっていう風に2回ドンドンって音があるじゃないですか。そこのドンドンに対して体を下に 1,2 っていう風に下げる動きをしながら、体の中でヒットをゴンゴンっていう風に2回打ってます。素早くドンドンっていう同じ質感のクオリティを2個連続で打つっていう。ヒットって一発準備してポンって打つのは簡単というか、まあ打ちやすいんですけど、2個連続で打つって結構難しいんですよ。同じ筋肉の動きを1回2回っていう風に意図して瞬発的に取らなきゃいけないので、これやっぱり相当ヒットが打ち慣れてないとこの打ち方はできないですし、このクオリティの高いヒットは普通そんなに打てる人僕ね見たことないんですよね、っていうぐらいめちゃくちゃ素晴らしいヒットを打ってからの、ここでナンバーワンっていうグググっていう引っ張りの、このギュッギュッっていう、このちょっと引っ張られることによって生まれる筋肉というか、この繊維の伸び感っていう、伸びるんだけど伸びきらずに戻っちゃうっていう、このちょっと強力なバネみたいな質感をここで出すっていう、その2個ドンドンドドンってタカカっていう違う強さを2個持ってくるんですね。で、2個ドンドンした後のドンドンドドンっていう風にドンで、右側に体をちょっと回すじゃないですか。そこのスピード感。
これです。ドンドンドドンっていう、ドンドンの2個目、1、2がスタートにもなっていて、ドドンで勢いよく右側に素早く瞬間移動してから後ろに引くに行くっていう、今度はこっちに引くニュアンスのダンスをしていくっていう、マジ言ってて怖くなってくるんですけど、まだまだあの時のちょっとこうやっぱ体がヒュッて内側に入っていくところ、そのまんまちょっと横とかも見ながら引いていくところ、このニュアンスがねうますぎるんですよ本当にかっこいいかっこいい。はい。で、彼女ですね、3分の29秒ですね。もう、入りが天才的すぎるということで、ここ多分一番視聴回数が多いところかな。ここ、他じゃないよ、ここです。これです。1、2、3っていう風に、あ、なんか、髪の毛が、あの、顔を触っていく。先ほども言ったんですけど、その体を触っていくっていうところが結構大事になってくるわけですよね。音を、体で確かめに行くっていうところになるんですけど、これがしっかり1、2、3っていう風に入ってから、これなんですよ。ぶち切るためには準備しなきゃいけないんですよ。しゃやってやろうかっていう、このちょっとしたストレッチみたいな部分を、実はこれちゃんと導入の前で設けてるんですね、こうやって。で、その後に、よいしょって言って、めちゃめちゃ強いアクセントとか、この荒ぶりと言いますか、ここめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。かっこいいのはなんでかっていうと、この前のこの入りが、これがあるからです。この低い姿勢のこれがあるのがもう大事なの。本当に。何度も言わせていただいたって書きたいんですけども、本当にこれが大事なの。本当に。これ、かっこよすぎません？この、ドンやったところのアクセントがもうね、強すぎるの。本当に。ここもね、いや、すごいね。ぶっちぎってますね。本当にね。いやあ、天才、天才。気がつきゃの部分、ちょっとこうアクセントドドンっていう風に入れるところとか、すごいわ。そう、ウィニーラン、ここ、ちょっとだけ遅いです、平野くん。ちょっとだけ遅いするんですよ。ここがまたオツポイント。まさかのまさか。この下がる時の足が伸びていくところ。いきにリアル、この指をちょんこう上げてすぐに上げて次の手が出てくるところもですね、はい。でここの顔がですね、ヒエって伸びるところの顔がうんってなってから溢れ出すパワーで1回2回深く入るところ、この深く頭が入るところで、日に日に増してこのヘッドロールが2回入ってしまうところ、ナンバーワン、一番体の傾き、荒ぶり荒ぶり、甲府のるつぼのヒウィアー、ここの顔ですね、ヒウィアーしてますね。まさかのまさか、この表情大事、肩のすぼみ大事、息にリアル、はい、息にリアル、ここのね下がり方、下がり方、時はついに満ちた、 ついに満ちた、ははは、かっこいい。でこの後のじゃん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 、こういうところをしっかり取りに行くところとか、音の聞き方がもうダンサーさんなんですよね。かっこいいとしか言いようがないですし、ここまで踊れる方も本当に少ないと思います。このジャンルだからこそっていうのも多分あるとは思っていて、やっぱ平野くん見てると、おそらくまあヒップホップがメインのそのジャンルとしてやってきてらっしゃる方なんだなっていうのもわかりますし、そこにやっぱり平野くんにしかないフィジカルっていうところと、あとはその表現力ですよね。お芝居やられてる方でもありますし、やはりその世界観だったりとか、あとその感受性だったりとか、そういったものあらゆる要素が一つとなって、その平野くんにしかないパフォーマンスがこう作り上げられていて、じゃあそのスキルって見たらどうなのっていうところの、そのスキル、実力の高さというか技術力の高さみたいなところについては、本当にあのもうあの世界レベルのダンサーさんと同じぐらいの領域なんじゃないかなっていうふうに思うぐらいです。ご本人はまだまだこれからですっていうふうに多分考えてらっしゃると思うんですけれども、でもあの旗から見てるとちょっとね、本当にあのなんかね、シャレにならないぐらい上手いんですよ。本当にシャレにならない、うん、そのぐらい上手いなっていうふうに思って、ぶったまげちゃうので、もう
このまんま世界を目指していただきたいなっていうふうに思いますし、ファンの方たちも本当に自信を持ってこの平野くんのダンス前へ前へと推し進めていただけると、ここから多分その凄さがより伝わるのはファンの皆様の影響力になってくると思いますので、ぜひこの平野くんをね世界へもう押し上げていただけたらなというふうに思っているところでございます。ということで現場から以上でございます。皆さんの感想などもありましたらぜひ下の方からいただけたらなというふうに思うところでございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。よいしょ。